レス琵琶湖の琵琶湖企業賞争奪近畿選抜 VS 関東選抜戦、今日はシリーズ5日目、いよいよベスト18メンバー登場、第10レース準優勝戦。1、2、3、4、5、6、コースは枠内でしょうか。風は緩やかな追い風が吹いています。およそ2メートル、波高が2センチです。対水面、まずインコースには1号艇群馬藤井さだみ、2コースに2号艇埼玉前田光明です。3コース3号艇大阪野田隆弘、1、2、3、4コース4号艇埼玉平石和夫、5コース5号艇大阪伊藤義智、6コース6号艇兵庫高山哲也です。予選突破18名のうち近畿が10名、関東8名、ほぼ互角の予選道中となりました。この10レースは近畿そして関東3対3の顔合わせ。インの1番の藤井がやはり人気です。シリーズリーダーです。一方6番高山が18位でなんとか予選をクリアしています。藤井1番藤井2番前田3番野田内枠3艇が人気。その3人が今日前半は白星でした。3対3、外3艇から進入開始。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。第10レース準優勝戦スタートしました。まず1番2番そして4角4番の平石もいいスタートが1周の1マークの攻防。インから押し切るか1番の藤井、藤井が押し切って2コースから2番の前田が差してまいりました。3位迫ってくるのが4番の平石か。しかしここはまず押し切った1番の藤井ですが、内に僅差で2番の前田光明、判定審査。さあ内からさばくか2番の前田、外4番の平石、内から3番野田も来ます。ここは3番手並走状態、3番4番一周なきターンマーク、逆転から2番の前田が先頭立って、そして1番の藤井が2番手、そして斜め後方に4番の平石が続いて、上位3艇は2番1番4番、その後は5番3番5番の伊藤、3番の野田、今4番で争い、新外6番の高山です。2周1マーク、2番の前田から、そして1番の藤井は2番手キープ、ぴったりと3番手追走、4番の平石です。上位3艇は2番1番4番もう独走体制となりそう。単独先頭2番の前田光明、2番手1番の藤井さだみ、そして3番手4番平石の順で2マーク折り返し、2周2マークです。2番1番4番上位3艇ほぼ落ち着いてまいりました。これでこのまま2番の前田単独先頭キープか、1番の藤井もほぼ安全圏、3番手4番の平石です。この2番1番両者インと2コースからまずはいいスタートを放ちまして、逃げた1番藤井、そこを攻めて2番の前田、3番手は接戦から4番の平石、2番1番4番上位3艇変わらず最終第2ターンマークへ。2番の前田はこれで昨日の後半から3連勝となります。2、1、そして4の順で最終直線コース、まもなくゴールを迎えます。まず2番前田光明先頭で合輪、2番手1番の藤井さだみ、3番手4番の平石、残る3手5番伊藤、3番野田、最後6番の高山がゴールいたしました。以上第10レース準優勝戦でした。